毎度ご視聴ありがとうございます。今日はこちらおしどりに出会っておりますけれどもね、おしどりってね、このようにちょっと分かりにくいところにいますかね。場所によるんでしょうか。私はおしどりを見るときって大体このような場所ですね。まあ確かにね、その美しい姿というのはね、人間に撮影されるためにあるのではないんでしょうけれどもね、もうちょっとね分かりやすいところに出てきてほしいということでね、後ほどもうちょっとだけね姿を捉えることができましたので、後でご紹介したいと思いますね。今日一番最初に出会いましたのはね、こちらイカルでございましたね。このイカルを撮影している時ね、あれこれって使命かななんてね思ったんですよね。こちらはつぐみですがね、今日もつぐみには大変よく出会いました。つぐみが大変たくさん今来てますね。これはモズですかね。こちらがご覧いただきましたイカルがね移動してきたところなんですがね、ちょっとこの後ろ姿を撮影しておりますとね、あれ使命かななんてねなんですかね、ちょっとイカルにしてはちょっと身長が足りないというかな、そんな感じがしたんですがね、イカルですよね、先ほどのもね、なんかよく似ているような感じがしたんですけれどもね、明らかにくちばしの色あたりがね、黄色ではっきりしておりましたので、イカルに間違いないと思いましたけれどもね、今日はね冒頭ご覧いただきましたおしどりに関連することなんですけれどもね、ぜひ皆さんにお聞きしたいことがございます。こちら一番最初おしどりに出会ったシーンですね。あ、星はじろがいるっていうようなことで、よく見てみますとね、この隅っこの方に何かいるような気配がしたんですよ。念のために撮影しますとね、おしどりであったということでございますがね。ということで皆さんにね、この機会にぜひお尋ねしたいのはね、皆さん野鳥を撮影されている方なら一度は経験あると思いますがね、たまたま出会った人にね、何か珍しいものいるんですかっていうね問いかけをされることありますよね。そういった時皆さんどのようにご返答されておりますでしょうかね。私もね、以前はね、何でしょう、うまいことを返答できていたように思うんですがね、最近ちょっとね分からなくなってきておりましてね。と言いますのはね、珍しいかどうかは人によりますよねとかね、撮影してみなければ分かりませんとかね、本当のこと言うとちょっとコミュニケーション的にちょっと問題があるような気がしてましてね、そのあたりどのように、返答されますかね。これだけねたくさんの鳥がいるっていうことが分かってきた状態の中ではね、珍しいかどうかっていうのは本当に私自身でも判断ができなくなっているっていうのがね正直なところなんですよね。自分が見ようとしていなかっただけなのかもしれないわけじゃないですか。ですからね、その一般の方というかな、どのような感じでお尋ねになられているのかはね分かりませんよね。それほど野鳥に関心のない方ね、ちょっと前の私のような状態の方であればね、それこそ何かそれほど大層なねカメラを持って撮影しなければいけないようなものがいるんですかみたいな感じでね、問いかけられる方もおられればですね、野鳥にすごく詳しい方でね、私が知っている以外に何か珍しいものがいるんですかっていうようなことかもしれないしね、そこがね、その人によってね、問いかけの意図が違うような感じがしますのでね、こちらね、今日山柄さんがつついておりましたのはこちらカマキリの卵と言ったらいいのかな、
この季節はね、こういったタンパク質のね、元になるものが貴重なものになっておりますのでね、以前私はコゲラがね同じようにつついていたのを見たことがありますけれどもね、皆さんタンパク質十分摂取されておりますかね。年齢をね重ねてまいりますと、昔大好きだった肉類などもね、だんだん食べにくくなってくるというかな、以前ほど食欲が湧かなくなってますがね、積極的にタンパク質はね取り入れた方がねいいんですけれどもね。こちら目白さんがね、これ、何でしょうかね、柿の実をすすっていると言った方がいいのかな、この果物もね、体にいい面もあるんですがね、食べ過ぎますとちょっと糖分の取りすぎっていうようなことになりますのでね、皆さんちょっと、ね、気をつけていただきたいというか、まあ自分に言い聞かせているわけですがね、炭水化物がね取りすぎると体の中で脂肪分に変わるっていうようなことはね、未だによう分からんのですけれどもね、糖分も同じようなことですよね。この季節はね、ちょっとタンパク質であったりとか食料がね、野鳥たちにとってもいろんな工夫をしながらね取らなければいけない状態なんでしょうね。最近どうよ、寒いな、水の中に入るの億劫だよねなんて言いながら、アオサギとカワウがね話をしているのかもしれませんけれどもね。この間ちょっと海の方に出かけた時にね、このキンクロハジロらしき野鳥にね出会っているんですが、ひょっとするとね違う野鳥であったかもしれなくてね、改めてねカモの仲間っていうのはね見分けが難しいと言いますか、まだオスの方はね特徴がはっきりしている場合が多いので分かりやすいんですけれどもね、メスが単体でいる時などはね分かりにくいですよね。これも前にいるのはホシハジロのメスですかね。この時もね冒頭ご覧いただきましたオシドリの姿をね、なんとか分かりやすい形で撮影できないかなということで再度をね挑戦しているわけですがね、なかなか表に出てきてくれないですよね。何なのかな、それほど撮影されたくないっていうことなんですかね。聞いているところによりますとね、オシドリっていうのはどんぐりが好きなようでございますので、まあどちらかというと岸辺に何ですかね転がり込んでくるというか、水面にね、そういったものを求めているのかもしれませんよね。撮影している途中でどうやら陸に上がっていくような様子もね見受けられましたので、まあ食料が確保しやすい場所にいるということなのかもしれませんね。さて皆さんいかがでしょうかね、何か珍しいものいるんですかっていうね問いかけを、まあ途中で出会った方にねされた時にどのようなね、答え方をされるのかなということでございますけれどもね、私もねたまたま知人と一緒にいる時にねハヤブサが飛んできたのでね、あハヤブサが飛んできているってねボソッと独り言みたいに言ったんですがね、その時にね隣にいた知人がね、ハヤブサなんかおるわけないやんかこの辺になんて言われちゃってね、いやいや大鷹もおるしなみたいなことをね言いそうになったんですけれどもね、あそうだよね、あ見間違いだったかもしれへんわみたいな、ちょっとねごまかしちゃったことがあるんですけれどもね、皆さんどのようにね、過ごされているでしょうか。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。